おはようございます。今は12時ぐらいなのでご飯を作っていきたいと思います。今日は久しぶりに晴れてるので、この後外に行ってピラティスでもしようかなって感じです。とりあえずご飯作って食べていきたいと思います。はい、で昨日の、マスクの効果なんですけど、まあ、ここにニキビがもともとあったんで、このニキビ以外では、また週に2回か3回ぐらい続けないといけないそうなので、それをしてから効果を発表したいと思います。完成！卵焼きとチーズとパンです。はい、じゃあ今からアレクシス・レインのアブワークアウトをしていきたいと思います。はい、じゃあ軽くワークアウトも終わったので、今からご飯ができたらしいので食べに行きたいと思います。今日もケバブです。これがヨーグルトのジュース、ヨーグルトジュース、トゥルキッシュアイランってやつです。はい、じゃあ食べていきます。はい、じゃあもうね、準備ができたので、まだ寝たいと思います。これを編集した後寝ますね。皆さん、じゃあ明日もいい一日にしましょう。バイバーイ。